え毎月第三週目の水曜日はラジオで一本本当の出会いお送りしております、えー、今月はですね読書普及協会チームくしろキャプテンの山本さんと、えー、ゲスト及川美希さんをお迎えしてますこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日はですね及川さん久しぶりの登場なんですけども、はい、及川さんがもう最近読んだ本の中で めちゃくちゃゃく面白かったという一冊を、はい、今日持ってきていただいたんですけども、はい、まずちょっと作品からご紹介いただけますか、はい、題名長いんですけど「はい、繰り返されるタイムリープの果てに君の瞳に映る人は?」という題名です。はい書い書たのが青葉雄一さんですかね、はい はい、えー、この方の作品を手に取るのは初めてそうなんです初めてなんですけど、えー、あの後ろの本の後ろのあらすじ見た時に、えー、あ面白そうだなと思って手に取ってみましたはいということででそれが本当に予想通りというか予想以上あのすすっっごい面白かったで読書会の中ではもうプレゼン、ね、あそうですねあ,あそうですねはい。はい それで私もすごい気になって、あの、借りて読んだんですけど、もうすごい面白くて、あちょっとこれ紹介しましょうっていうので、今回、あの、お越しいただきました。はい。きました。どんな内容なのかご紹介いただけたらと思うんですけども。はい。まずはですね、あの、主人公のケイスケっていう男の人と、その恋人の、えっと、アコちゃんっていう人が中心となって、 お話が進んでいくんですが、はい、まず一番最初の章でですね、ええ、あなたは運命の人じゃなかったって言われて、ええ、あこちゃんが圭介を振るところから始まるんですよね。はい、それで、え、今までそんなそぶりもなかったのにって、突然はい、うん、なって、なんか悪いところは直すからって言ってるんですけど、でも、 あなたはいつも同じ店ばかり連れてくしマンネリでちょっと私のこと思ってくれてないわみたいなことを言われて、はい、で結局今はあなたのこと嫌いではないけどこのまま付き合っていったらあなたのことを嫌いになるから今別れましょうって言われるんですよ <laughs> それであこちゃんは去っていくんですよねはい、はい、っていうのが序章ですはい ですよかなりショックですがはいなんか突然言われたっていうのがすごいショックだったみたいでシャ、うんはいね、クシャクしてたわけでもなかったはずなのにはい、うん、ついこの間まで仲良くやってたはずなのにっていう感じですよね、うん、はい、はい、でしばらくは一人で呆然と座っているのですが、ええはい、いつまでもここにいてもそのやり取りは周りも見ていたので、うんええ とりあえずお店を出ようということになって、はい、で、お店を出てぼんやり歩いてるんですよね。そうするとですね。交差点にで待ってたら、はい、あちらからすごい。暴走トラックがやってくるんですよね。えー、で、暴走トラックの前にピンクのお洋服着た女の子がまさに惹かれそうになっているわけですね。はいえー、で危ないってなって。その？ 助けたらっていうところですよねそうですね。で、その衝撃から目を覚ますと、ええ、なぜか、3ヶ月前に戻ってる。ええ、それはまあタイムリープっていうんですけど、今流行りのね、はい、今流行りの。そうですね。はいま、だから、はい、またね、同じような感じかななんて思ったりもしたんですが、はいはい もう読んでくうちにとっても面白いので。<laughs> ええってことはあれですよね。やっぱりあの、彼女に振られたところからスタートしてますから、その振られる前に戻れるわけですよね。はい、そうです。あがきたいですね、これね。そうですね。<laughs> あがきたいですよね。あが,よあがくんですよ。あがくんですよ。<laughs> 赤くんですけど、はい。またダメなんですよ。うん、はい。あ、言っちゃった。あ,まあ、また、あ、<laughs> 言っちゃった。え、そこ、え、それはいいよ。あ、そっかそっか。そこ、だって、二回ぐらいループすること言なかっそうですね。そうですよね。はい、なるほど。タイムリーパーじゃ一回で。 終わるわけじゃないってことです、ね、そうなんです。でも、一回目のループの時に手の甲に傷がついてるんですよね。うん、つまり何らかの代償があるわけです。はい。で、リープ重ねるごとに、えー、あの、代償は増えていくんですよね。だから何回もできないなっていうのは。はい。後々気にていくんですけど。えー、で、二回目にあがくじゃないですか。はい。前に言われたのは、あなたはマンネリだと言われましたよね。うん、はい。なので、じゃあ、 マンネリって言われないように、新しいお店を探したりして、いつもいつも違うお店に連れてってあげようっていう、はいええ、そういうふうに頑張るわけですよね。はい。改善されてると。そうなんです。<laughs> そうしたら、じゃあ、運命の日が来ます、そのうち、はいあ。全然仲良いです、ずっと。うんうん、ずっと仲良くできていたのに、その運命の日にち、ええ、大丈夫なはずだ、僕は頑張った。ええ、ね。 それなのに、振られてしまう。今度は、うん、なんて言われたかっていうと、えー、私はいつも気に入ったお店でいいんだと。<laughs> はい。別に、毎回毎回違うお店に連れてってくれなくてもいいんだと。うん、だかそうした方が気持ち落ち着くんだって言って、振られるんですよ。すうわかんないなぁ。ええー。もうわかんないですよね。ね。どうしていいかね。はい。それでまた、 やっぱり悩むんですけど、もしかしてまた同じような、まあそれまでずっと同じようなことが起こってるので、はい、あそこに行ってまたあの女の子を助けようとすれば、また戻れるんじゃないかっていうことで同じような時間にそこに行くと、はい、同じようなシチュエーションになって、また飛び込んじゃうんですよね。じゃあ意図的にタイムリープして。はい。で、今度は意図的にタイムリープしてまた同じところに戻っていくんですけど、はい、まあその1回目2回目で本当の原因が そこだけじゃないっていうのは、それで気がついたので、うんはい、まあそこからはもうちょっと喋ると面白くないんで、えー、はい。はい。なんですが、まあそういった形で何回かその、えー、タイムリープを繰り返していって、最後はじゃあどうなっていくのかっていう。 ああ、気になりますね。彼女が彼を振った本当の理由って何なんだろうなんだろう <laughs> そうなんですよ。<laughs> その、行き着く先。はい。あの、そ,ね、その、運命を変えることができるのかってところも気になるし。そう,ね、そ,うそうです、そうです。 なんか、運命ってなんだろうって考えたりもして、読み終わった後に、久しぶりに、もう一回読みたいって思った本だったんですよね。あ、結果分かっても。分かってても、あの、伏線とかも出てくるので、でねうん、あ、なんか、分かった上でもう一回読みたいと思った本だったんですよね。はあはあ、そうですか。あこれはぜひ。あ、でも、ただ単に恋愛だけじゃなく いいので、あの、恋愛ものはちょっとっていう方でも、途中から、おって、私もそうですけど、ミステリー好きな人とかにも、ファンタジーですとか、好きな方にも、おすすめできる感じで、はい。これはでも気になりますね。いや、本当に気になってついつい借りて、はい。すぐ読んじゃいました。貸しました。 ねこれから夏休みとかって、ちょっと長距離移動するときとかね。そうですね。あの、自分が運転しなければ、この時間とかに読むのもいいかもしれませんとても読みやすいと。そうですね。あの、一回のタイムリープごとに、章が一つ一つって区切られているので、なるほど。すごく読みやすいですよね。そうですね。うん。それに、もう続きが気になっちゃって。気になってやめられないはい。どん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 読んでいって、もう最後は、 はーってなります。はい。独語感的に、はーじゃなくて、はーってなります。そけますかね。そうですね。最初は、あの、ケースケ側のお話っていうか、目線で書いてあるんですけど、後半、アコちゃん側の目線でも書いてあるので、 おーって思います。そ <laughs> うだったのか。<laughs> あ、そうっそうって思います。ますなるほど。はい。ああ、視点がちょっと変わるんですそうで、ん、す。ね、飽きないんですよ、だから。はい。はいあー。これはもう軽い感じで。 はい。娯楽的な感じで読める。そうですね。いつも、すみません。私語るのばっかりなので、たまにこういう、なんか、柔らかいのも。いはい。私柔らかいのばっかりなんで。まあ、バランスよくいろいろ読んで。はい。あー、ということで、結構かなりね、本も読んでるミキさんが読んだ中で、今、一番おすすめな。そうですね。最近、話題作とかも読んでたんですけど、で、そちらを紹介しようと思ってたのですが、これを読んで、もうこれしかないと。 はい熱く読書会でも語らせていただきましたわ <laughs> かりました、はい、じゃあ最後にもう一度タイトルと作者の方ご紹介お願いいたしますはい繰り返さされるるタイムリープのの果てに君の瞳に君瞳映る人はは青葉雄一さんです、はいぜひ、えー、皆さんも手に取って気になる方は読んでみていただきたいなと思いますさて次回の読書会は8月の2日。2> はい 水曜日。水曜日。はい、い,い。いつも通りですね。いつも通り夜7時からですね。はい、市民活動センター WAT で行われます。そしてですね、あの、今月ですね、はい、え宮崎中央新聞の水谷森人編集長が講演会を行いましたけども。そうですね、はい。まあ、その続きというか、うん、まあ、あの、読者向けのまあ企画、はい、まあ、前からしてるんですが、はい、宮崎中央新聞を読む会。はい。こちらは、8月の19日の土曜日。はい。え11時半から、 えー、釧路市内のどこかの、はいえー、お店でやります、はい、詳しくは、えー、ブログを、はい、<laughs> 見てくださいそのうち更新します、はいはい、読書普及協会 <laughs> チーム釧路のブログから、えー、場所の方ですね確認していただきたいなと思います えー、講演会もね大変あの好評だったうそうですね非常にあの喜んでいただいてはい、はい、あのかなりの多くの方が視聴お申し込み日本紙ですね<ー>お申し込みいただいたようで、はい、やっぱり生で聞くと違いますよね、うんえー、はい、はい、聞きに行けた方はラッキーだったなとそうですね思いますね。 えー、ということで読書普及協会チーム釧路のキャプテン山本さんとそして今日はですね及川美樹さんをお迎えしましておすすめ本ご紹介いただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたあ,ありがとうございます